虚血精神疾患とは、冠動脈の閉塞や狭窄などにより、心筋への血流が阻害され、心臓に障害が起こる疾患の総称である。狭心症や、心筋梗塞が、この分類に含まれる。これらは、冠動脈疾患と同義であるが、冠動脈自体に病変がない疾患、例えば脳血管疾患による急激なストレスから来る、多骨壺心筋症や、 中枢性肺水腫などは特に本省に含まれる。アメリカ合衆国では1950年代から心臓病患者の増加が問題となっていたが、朝鮮戦争で死亡したアメリカ人兵士を解剖した医師が冠動脈に動脈硬化症を発見したことから、虚血精神疾患と動脈硬化症との関連が明らかとなった。 日本でもかつて死に直結する病であったが、1979年、東京都で、休日の救急体制が敷かれるなど、医学の進歩に応じて、積極的な医療が行われるようになった。症状に応じて、薬物治療、肝動脈バイパス術、経費的肝動脈形成術が行われる。心臓を取り巻く、冠動脈。心臓を取り巻く、 冠動脈は心筋へ栄養と酸素を含んだ血液を供給している。この血管の閉塞や狭窄などによって心筋への血液が阻害される状態を心筋拒血といい、これにより引き起こされる疾患を拒血精神疾患という。動脈効果などで起こる狭窄は心筋に必要な血液不足を生じさせ、共通などの症状、さらに進行すれば、 心筋梗塞へと至る。拒絶性心疾患による心筋の収縮力低下は、心不全を招き、これを、拒絶性心不全という。日本人の危険因子は、以下の通り。加齢、男性45歳以上、女性55歳以上間動脈疾患の家族歴、喫煙高血圧、収縮期血圧140以上あるいは拡張期。 血圧90水銀中ミリメートル以上肥満、BMI25 以上かつ、ウワスト周囲系が、男性85センチメートル、女性90センチメートル以上、体頭脳異常だかコレステロール血症だか、トリグリセリド血症。低 HDL コレステロール血症、メタボリックシンドローム精神的、肉体的ストレス日本の、原因出観別死亡者数の割合と順位では、 拒絶精神疾患は1954年は5位、1955年から1957年まで4位、1958年から1984年まで3位、1985年から1994年まで2位、1995年から1996年まで3位、1997年から2018年まで2位であり、 2018年度は死亡者数136万人。470人のうち、拒絶精神疾患による死者数は20万8221人であり、死亡者総数に対する割合は15.3%である。ありがとうございます。